必死に生きる小さな桜の物語。はっ、憧れや夢を抱き引き動かされる心あり、きっと咲き誇る桜のように強くたくましく美しく生きていこう。心地よい風、清らかな水、素晴らしき世界にありがとう。牙を剥いた自然の力になすすべはない。メインステージへお越しの皆様、これが矛先のソーラックスだ。ソーラックスだ。ソーラックスだ。お前の全てをドドロッチ放て。身を潜め、嵐が過ぎ去る時を待つ。雲は晴れ、雨は止み、変わり果てた景色の中に柔らかな光が差し込む。消えゆく命がある中で、命あるものは上を向き、夢を諦めた者は誰一人としていなかった。辛い時も苦しい時も諦めないって誓ったんだ。熱い絆で結ばれたかけがえのない仲間たちと手を取り合って立ち上がれ。俺たちは今こそさらなる高みへ。熱き思いは次元を超えて世界を彩る花となれ。大江戸に集いし踊り子たちよ、さあ宴だ。一人じゃないから、仲間がいるから。たくさんの夢や希望が詰まったとても綺麗なつぼみをつけた桜が咲く、その瞬間まで空へ空へと伸び続ける。いけー、一人なれ、ボスよ、ボスだっけ。時は満ちた、咲き誇れ。皆様へ感謝を込めてありがとうございました。ありがとうございました。セッシュです。はい、関東学院大学矛先の皆さんありがとうございました。続きましてエントリーナンバー22番、千葉工業大学よさこいソーラン風神の皆さんです。